間はたったの3時間でパークは回られへんな。筆記試験もしないってば、忘れたの。あれ、せーの。そうか、だったらなし。みんなはミニオンになりに来たんやな。言っとくけど、いつもこんな簡単なわけあらへんで。ラボにこもって危ない実験をせなあかんし、時にはラボの外に出て恐ろしい敵と戦わなあかん。おっと、これは例が悪かったかな。任務の一環として変装しておとり操作もするし、遠い国に行くこともある。最先端の技術を扱うこともあれば、新しい言葉も学ぶ。外国でもコミュニケーションが取れるようになる。サバイバルの方法も学ぶ。俺のアニメ係も務める。重要な作戦に関わることもある。外国ではお偉いさんに会うた結果、二度と来るなと言われてまうこともあるやろな。せやけど、ええこともいっぱいあるで。ビーチでのんびりしたり、かっこええ乗り物に乗ったり、コスプレしたり。何より一番ええことは、史上最強の悪党とつるめることや。つまり俺様のこと。せやろ、ミニオンになる覚悟はできたから。なら俺の家族に加われ。さあ、お遊びはここまでや。仕事場に戻るで。世界一イケてる任務は果たしな。ただし、辛い仕事も喜んでやらんとあかん。ええか、言うとくで。未来のミニオン諸君、俺に従え。万が一逆らえば恐ろしいで。楽しいの？めっちゃ面白いよ。ほら笑って、クルーさん。笑うの嫌や。ポケットの